こんにちは、速稼塾の久保です。はい、行ってまいりました。頭がちょっとね、油も何もつけてないんで、風になびかせて、チリチリになってますけども、こちらが今の表情です。2時間前、白髪混じりでちょっと髪もね、伸びていたんですけども、すっかりと黒髪にして、ある程度、こうね、髪もまとめてきました。で、これからね、頭をもうちょっとね、ワックスで固めて、いい感じにして、パスポートの写真を撮ってこようかなと思っております。やっぱり撮影の前はね、カット。これですよ。で、写真を撮ったら、その足で、市役所の支所の方に行ってね、そこでパスポートの更新申請をしていこうと思います。今ね、パスポートはね、電子申請もできるみたいなんですよ。マイナポータルで。ただ、写メで自撮りすると、大抵ね、NG 食らって、パスポートの更新が長引くみたいなんですよね。まあ、ですんで、700円払って、街角にあるね、証明写真の機械の箱の中に入って、パチパチと撮った上で、それを切ってですね、書類に貼って、ちょっと提出かなっていうとこです。で、役所の人がね、あ、これだったら通るでしょって言ったら安心じゃないですか。そしたら最短で、1週間ほどでもう出来上がってくると。最長でも2週間なんでね。うん。で、パスポートはね、渡航する際に、残りの有効期限が半年以上残ってないと、使ってもらえないらしいんですよ。ですんで、もうね、あと1年未満だな、うちのパスポートはなと思ったら、もう更新手続きに行った方がいいですね。金かかりますけどね。うん、なんか、ちょっと高いみたいですよ。うん、私がね、10年もの取った時に1万円ぐらいだったと思うんですけども、今、また値上がりして1万7、8千になってるんじゃないですか。まあ困ったもんですね。まあいろいろと経費かかりますね、これね。しかも時間もかかるんで、パスポートの更新も半日っていうか1日仕事ですよ、ちょっとした。これ、サラリーマンやりながら、毎日ね、決まった仕事をしながら、パスポートの更新ですら、もうやる日が惜しいって感じになりますね。私でももうなんか、正午終わって1日潰れたような感じですからね。まあ、ぼやかずに行ってきます。じゃあ、ちょっと証明写真撮って書類出してきますね。行ってきます。